わゆるおじ構文っていうのがある。おじさんの絵文字の使い方をよくしてくるんですよね。なんかメッセージでやり取りする時もなんとかコンとかだよね、びっくりにっこりみたいな。それおじさんなの。あーそうなんだ。ちょっとね大きいやつ。可愛い子はなんかこうリボンとかハートとか可愛いのを使ったりするかなって思うんですけど、からのおじさん気質です。あなるほど、はい、だから TikTok もそうなるのか。汗二つとか、あの汗、汗二つは俺めちゃめちゃ使う。汗二つと笑顔のやつでしょ、はい、びっくりマーク二個はそこまでのテンションの時がめったにないから使わないけど。びっくりにっこり。